ひよっこパイロットが撃墜を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の動画は緊急企画、今ロシアから侵略を受けているウクライナに NATO から F-16 戦闘機を供与されることが決定したみたいで、来月から本格的に飛行訓練が始まるとの記事を見て、モッキーもゲーム DCS ワールドで共に F-16 戦闘機を学ぼうという企画です。ゲームとはいえ、以前フランス空軍が DCS ワールドを実際の訓練に使ったほどリアルなフライトシミュレーターなんだよね。そうなんだよね。一応取扱説明書にはゲームプレイ用なので本物の F-16 戦闘機の操作方法を教えることを目的にしてませんって書いてあるから、まあ参考程度に見てもらえればいいかなと思います。今回ウクライナ空軍の塗装なんだね。塗装は実際に存在するウクライナ空軍第831戦術航空旅団のカラーリングがネットにあったのでこの塗装を使っていますが、もちろんウクライナにはまだ F-16 戦闘機は配備されていないので、あくまでも配備されたらこんな感じかなって程度で見てもらえると嬉しいです。またロシア軍からクレームが来そうだね。すいません、あくまでもゲームの話なので怒って、なんでお前は生きてるのとか、バカなやつの夢とかコメントしないでね。友人からはモッキーはロシア人に消されちゃうんじゃないかと言われてるし、まあ別にロシア人が嫌いってわけじゃなくって、本当に嫌いなのは戦争とプーチンだからね。とっとと戦争終わらせてほしいよね。じゃあ前置きが長くなりましたが、これからシリーズで F-16 戦闘機の操作方法を学んでいきます。最初はエンジン始動シークエンスになります。今回の操作は何を意味しているかをできるだけ解説しているため動画はやや長くなります。 FLCS 飛行制御システムがバッテリー電源だけで機能するかをテストを行います。メインパワースイッチを上の BATT バッテリーの位置にします。これにより F-16 戦闘機のバッテリーが重要なシステムに接続され、エンジンの点火装置に電源が供給されます。これからの工程はほとんどキーバインドはされていないので、自分で適当なキーを設定するか、あまり頻繁に使うことはないので基本的にはマウス操作で行います。スイッチ下にある FLCS RLY 飛行制御システムリレーライトが点灯していることを確認します。これにより FLCS 障害監視システムが正常に動作していることを確認します。 FLCS PWR テスト飛行制御パワーテストスイッチをマウスでテストの位置にしてから右クリックを押しっぱなしにしてその状態を保持します。 FLCS 電源の4つのライトが点灯していることを確認します。先ほど点灯していた FLCS RLY が消えていることを確認します。これらのライトがついていることを確認します。右クリックを離して FLCS パワーテストスイッチをノームの位置に戻します。メインパワースイッチを一番上にしてエンジン点火装置に電源が供給します。ただしバッテリー容量の関係でこの操作は5分以内に行う必要があります。次にライトが点灯していることを確認します。エンジン警告灯はエンジンの故障を知らせるライト、油圧警告灯は油圧の低下を知らせるライト、エレックシスは電気システムの故障を知らせるライト、 SEC はエンジンがセカンダリーモードで動作していることを示すライト、アンチスキッドスイッチを上に上げパーキングブレーキを押します。キャノピーを閉じます。基本的には左コントロールと C です。マウスでもできるんですが少し奥まった位置になるのでやや操作はしにくいです。キャノピースイッチの上にある黄色い部品のキャノピーレバーをクリックして閉じます。エンジンフィードノブがノームの位置になっていることを確認します。これを行うことにより全ての燃料ポンプがオンになり飛行機の重心が自動的に制御されます。エアーソースノブがノームの位置になっていることを確認します。これによりエンジンブリードエアーバルブが開き、自動空気温度制御、コックピット油圧調整、アビオニクスシステムの冷却を行います。アビオニクスシステムって何？飛行機に搭載されている電子機器のことだね。スロットルがオフ、ディテントの位置になっていることを確認します。この位置にするには右シフトとエンドキーです。ジェット燃料スタートスイッチをスタート2の位置にします。エンジン始動する際の圧縮空気のボトル数を示していて、寒冷地はスタート1の1つのボトルで良いのですが、高地や暑い日などはボトル2つを使って十分な空気を送る必要があります。これって
F5E タイガー2とか N86 セイバーだと地上整備員に圧縮空気を送ってもらってエンジン始動していたけどもう必要ないってこと？そうなんだよね。地上整備員の高圧コンプレッサーをお願いしてエンジンに空気を送って始動する手間が省けるんだよね。ジェット燃料スターターアイドル RPM に達するとランのライトが緑色に点灯します。ジェット燃料スターターが作動するとアクセサリードライブギアボックス内のクラッチが作動し、アクセサリードライブギアボックスとパワーテイクオフシャフトを介してゼネラルエレクトリック F110 エンジンを駆動し、エンジン RPM が 20% あたりまで回転数を増やします。エンジン RPM が 20% に達したらスロットルをアイドルの位置にします。操作は右シフトとホームキーです。エンジンは10秒以内に点火します。エンジン警告灯、油圧警告灯は消灯します。上から燃料流量計、エンジン油圧計、エンジンノズル位置、エンジン回転計、ファンタービン温度計の数字に変化がありました。アビオニクスシステムの電源を入れます。左から MMC モジュールミッションコンピューターのスイッチを上にセットします。STSTA ストアステーション電源のスイッチを上にします。 MFD マルチファンクションディスプレイの電源を上にします。 UFC アップフロントコントロールの電源を上にします。 GPS 受信機の電源を上にします。 FCR 下記管制レーダーの電源を上にセットします。ただし地上にいる間はレーダーの操作は禁止されています。 RDR、ALT レーダーコード系の電源スイッチを中央のスタンバイの位置にセットします。 COMM1 UHF 無線電源ノブ、 COMM2 VHF 無線電源ノブが右にセットされていること、その下にある2つのラジオモードノブが真ん中の SQL スケール値の位置にして雑音や不要な相手からの音声を遮断します。 UHF バックアップ無線機能ノブをボースの位置にセットします。 HUD ヘッドアップディスプレイのシンボル強度ホイールを回して表示をオンにします。 C&Y 通信及び識別ノブが UFC アップフロントコントロールにセットします。これにより主要な通信、ナビゲーション、識別機能が制御できるようになります。 INS 管制後方システムのアライメント同期の実行を行います。 INS 管制後方システムのノブをノームの位置にします。この DED データ入力ディスプレイの INS の文字の横にあるのがアライメントにかかった時間を分単位で表示し、その横はアライメントステータスで99が初期化で数値がどんどん小さくなり、10になった時点で INS 管制後方システムの調整は完了となります。その下の LAT が緯度座標、その下の LNG が経度座標、これはファンクション10を押してマップからも緯度と経度の座標は確認できます。 SALT はシステムの高度フィートを示し、 THDG は機体の方向を示します。INS の調整に通常は8分ほどかかります。アライメントステータスが10になったら調整完了で、ヘッドアップディスプレイにはアラインという文字が点滅し、DED にはレディを意味する RDY が点滅します。INS 管制後方システムの調整が完了しましたら、INS 管制後方システムのノブを NAV ナビゲーションに設定します。リンク16データリンクのセットを行います。MIDS LVT 多機能情報配信システムをオンにします。画面上右にある MFD 多機能ディスプレイデータリンク送信オプションが XMT がオフになっているところをクリックし、 XMT-L16 にセットします。 ICP 統合制御パネルでリストボタンを押します。 D リンクを選択したいのでエンターボタンを押します。 DED データ入力ディスプレイにデータリンクネットワークステータスが表示されます。必要に応じて ICP 統合制御パネルの DED データ制御スイッチを SEQ と書いてある右に倒してページを進めますが、今回は特にデータリンクを行わないので割愛します。 IFF 敵味方識別システムをオンにします。 IFF マスターノブをノームの位置にします。
ICP 統合制御パネルで IFF ボタンを押すことにより DED データ入力ディスプレイに表示されます。あとはコンフィグスイッチを設定します。 CAT1 は翼のハードポイントに増装タンクや空対地兵装を装備しない場合に設定し、今回のような重量物を翼に取り付ける場合は CAT3 の位置にセットすることにより適切なフライバイワイヤーの制御モードが設定されます。オッケー、フライバイワイヤーって何？よくぞ聞いてくれたね、みーくん。昔の飛行機の操縦システムはパイロットが操縦して、それが金属製のワイヤーで機械式に操作してたんだけど、今の飛行機はその操作を電気信号に変えてコンピューターが計算して最適な操作になるようにサンダーを制御するシステムで、この F-16 は初めて完全フライバイワイヤー化した実用機なんだよ。酸素調整パネルはこのようになっていることを確認します。 CMDS 対策ディスペンサーシステムの設定をします。脅威警告補助制御パネルの電源ボタンを入れます。 RWR レーダー警報受信機のスイッチを上に上げてオンにします。 JMR ジャマースイッチを上に上げてオンにします。 CH着ボタンを上に上げてオンにします。 FL フレアボタンを上に上げてオンにします。モードノブを SEMI セミオートモードにします。 HMCS ヘルメットマウントキューイングシステムのノブを INC の位置にします。パイロットのヘルメットに装着されたシステムでパイロットの頭の方向に向けて計器の数字が表示されます。おお、それはすごいね。モッキー、ちょっと日本のアニメを見たいんだけど。みーくん、ゴーグル型ディスプレイじゃないからテレビとかは見れないかな。 HMCS の調整を行います。 ICP パネルでリストボタンを押します。その他を意味する MISC を選択するには 0MSEL を押します。 MISC ページを開き HMCS を選択します。 RCL ボタンを押します。 HMCS ディスプレイページが開いたら ICP パネルのDED データ制御スイッチを SE キュースと書いてある右に倒してページを進めます。一番上のコースを選びます。 0MSEL を押します。正面のヘッドアップディスプレイの十字に合わせるように頭を動かし、十字が重なるようにしてからエンターキーを押します。位置合わせを意味するアライニングが点滅し、調整が完了するとアライン OK となりますので 0MSEL ボタンを押して設定を保持します。自動的に AZ、EL、方位角、行角にアスタリスクがついているので 0MSEL ボタンを押して微調整を行います。レーダーカーソルイネーブルスイッチを上下左右に操作し位置合わせを行います。 0MSEL ボタンを押して設定を保持します。次にロールの微調整ですが、これも先ほどと同じレーダーカーソルイネーブルスイッチを左右に操作して位置合わせを行います。0MSEL ボタンを押して設定を保持します。これで HMCS ヘルメットマウントキューイングシステムの調整は完了です。これからは各機能のテストになります。ファイヤーオーバーヒートディテクトを押し続けます。押し続けている間エンジンファイヤーとオーバーヒート警告灯が点灯することを確認します。故障とインジケーターライトを確認します。 MAL&INDLTS ボタンを押し続けると全ての警告注意表示ボタンが点灯し、警告メッセージも流れます。他にセカンダリーエンジンコントロールシステム FLCS 飛行制御システムの確認などテスト項目が続くんですが、結構時間も押しちゃってますのでここでスキップしますね。次は滑走路に向かうタキシングといよいよテイクオフを行います。パーキングブレーキをアンチスキッドの位置になっていることを確認します。タクシーライトを点灯します。ミサイルステップボタンを押すとこのライトが点灯し、地上のタキシングではノーズホイールのステアリングを作動させ、ラダーペダルによる方向転換ができるようになります。必要に応じてフォーメーション、アンチコリジョン、ポジションライトを点灯させます。タキシングの場合は速度25ノット以下でターンは10ノット以下にします。ホイールブレーキは W を押しながら速度調整をします。マッキー、 HUD には速度が出ないし、速度計だと細かい数字分からづらいんだけど、どこで10ノットとか分かるの？一番分かりやすいのは先ほど設定した INS 管制後方システムのセレクタースイッチをノームの位置にすると DED データ入力ディスプレイにここの位置に待機速度が表示されます。
ヒートシステムをオンにします。射出シートレバーを下向きにセットします。これを行うと万が一の場合はシートを機外に射出することができます。滑走路まで到着したら W キーを押しながらホイールブレーキをかけます。スロットルを徐々に押し込んで 90rpm あたりでホイールブレーキを解放します。速度70ノットに達したらミサイルステップボタンを押して前輪ステアリングを解除します。あとはスティックを引き気味にして機体が起き上がるのを待ちます。その後 G キーを押して車輪を機内に収納します。以上がエンジン始動シークエンスから滑走路までのタキシングと離陸に関しての説明です。かなり長くなっちゃったね。多分ここまで見ている視聴者さんはほとんどいないんじゃないの。そうかもしんないね。自分に当てた備忘録だと思って作ってるよ。さてこれからもこのウクライナ空軍仕様の F-16 の企画を続けますが、今回ではっきり分かりました。かなりしんどい企画だから。やめちゃうのこの企画。まあせっかく始めたんで続けますが、機能をかなり絞って10分ぐらいの短めの動画を多く作ろうかも考えてますが、今昼は悩んでます。まあこれからもフライトシミュレーターの動画を続けていきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。高評価ボタンを押してね。それでは次回も頑張って作っていきますので、みんな見てね。